こんにちは、赤塚ゆかりです。今日もよろしくお願いします。今日はですね、健康になるための3つのポイントについてお話をします。3つのポイント、1つ目は食事です。体を作るものは食事になりますので、どんなものを食べるのか、いつ食べるのかといったことがポイントになります。2つ目は運動です。運動も今はですね、有酸素運動というのもあるんですが、筋トレですね、体を保つ力、姿勢を保つ力、その筋トレが大事だと思います。で、3つ目は睡眠ですね、休養とか睡眠です。体は寝ている間に再生されて、また作り直されていくので、この3つのバランスがきちんと整っていること、それがすごく健康な体を作っていきます。どれもご自分が注意をすればいい状態に、持っていけることができます。ですので、これからずっと年を重ねていくにあたって、ご自分でできることですね、いつもこの3つがすごく大事なポイントなんだっていうことを頭に置いて、食事だけとか運動だけとかじゃなくて、3つのバランスがね、取れているかなっていうふうに考えながら生活をされていったらいいかなと思います。では今日は、どんなお食事をとって、どんな運動をして、何時に寝ようかなって考えてみてくださいね。そして今日からコツコツと続けていってください。今日はここまでです。ありがとうございます。